ですよね。高く上がったフライファーストです。今日はファースト銀次です。バット曲がりました。スイングです。チェンジアップですよね、はい、中島から三振を取りました。ツーアウトになりました。スパールがあってフルカウント、まっすぐ見逃し、ここも速い球で来ました。カーブ打ち上げました。高く上がったフライはライトが出てきます。今日はライト岡島に入りました。加藤豪介です。ファーストフェアです。銀次が取って自らキャンバス入りました。ショートが追いつきます。先制点をもらった後の打ち上げました。高く上がりました。伸びもありません。センターの辰巳が使いました。ワンアウトです。他のベンチが一番よく分かっている。そうですね、はい、空振り三振、カーブで手越から三振を取りました。今日奪った3つ目の三振です。初見でやった打ち上げてショートが下がっていきます。村林が掴んでスリーアウト、ライトに上がってますが下がっていって追いつきました。うん、優しいよね。そういう目線でセカンドが取った。うわー、飛ぶ方、これいい反応でした。いや、いい反応ってことですごいプレーですよね。いや、岸も拍手を送ります。よく取りました。ご覧いただきます。これぞプロですよ。サードってやっぱりホットコーナーというだけあって強烈な当たりいきますよね、だからやっぱりそれがやっぱりセカンドの守備っていうになるような反応。ライトへ上がっていますがライトが追いつきました。ショートが出てきます。ショート村林がさばいてツーアウトです。一発を飛ぶっていうケースが多いですよね。これはレフト追いかけていって追いつきました。カーブ打ち上げました。タイミング外しました。ショートが下がっていきます。村林が掴んでボテボテの当たり、セカンドが出てきます。セカンドの小深田が一塁に送りました。ツーアウトになりました。ショートです。村林がさばいてスリーアウトになりました。これ8回もいきますね、まあ、テンポよく7回3人で終えました、はい、7回ライトへの当たりは突っ込んできて岡島抑えています。バンドアドレスまっすぐで空振り三振を取りました。結局動かされるとやっぱり内に入ってきますからね、はい、サークルカウントセンターに上がった打球は辰巳が追いつきました。スリーアウトになりました。岸が球数110球で8回を投げ終えました。4対1イーグルスリードで8回の裏を迎えます。